旧県立神戸高渉本館、1991年、撮影。この後解体され現存しない。兵庫県立神戸高等商業学校は、1929年に設立された、旧制専門学校。略称は、神戸高渉同年に、神戸商業大学に昇格した管理の神戸高等、商業学校とは別の学校である。 1919年頃から官立神戸交渉で大学への昇格運動が起こり、1923年3月には帝国議会で神戸交渉を含む5校の大学昇格案が可決された。ただし、旧成高等学校出身者の進学先を増設するのが主目的だったため、神戸に設置される昇格大学には東京昇格大学のような大学予科、 専門部を帰しないことになった。これは、中等学校からの進学先が失われることを意味した。そのため、地元神戸市の県立神戸商業学校で、1922年頃から、高等商業学校への昇格運動が起こったに、神戸商業講習所として開校した古い歴史を持ち、明治期の卒業生が運動を牽引した。しかし、1923年9月に、 関東大震災が発生したために、関立神戸交渉の将来昇格は凍結となり、検証の交渉昇格運動も頓挫してしまった。関立神戸交渉は1929年4月に商業大学に昇格することになり、兵庫県はいよいよ県立交渉を設立する必要に迫られた。県証を交渉に昇格させるには、現在の検証を形式上廃止した上で、 新設交渉に付致する手続きが必要となるが、むしろ検証を存続させ、別個に交渉を新設する方が、手続きが勘弁であった。県は、検証同窓会を、そう説得して、同窓会が、交渉昇格運動で集めていた、寄付金を交渉新設費用の一部に充当した。また、たるみの交渉高地の隣接地に、検証を移転させ、 地理的には平地のような形を取ることにした。高丸校舎記念日1929年当時、本校舎はまだ存在しておらず、県立神戸校舎は母体ともいえる、県立第一神戸商業学校の校舎に曲がりする形で出発した。今日愛なため、1930年7月に関西学院中学部の元校舎に移転した。 高地として選定された赤市郡たるみ町、高丸陸の土地は、もともと関立神戸商業大学が、移転先候補の一つとしていた場所であった。1931年4月、新築の高丸校舎に移転。翌1932年には、検証も、隣接地に移転した。第二次世界大戦末期の1945年1月、強戦、高丸校舎、検証校舎は、 海軍経理学校に明け渡され、共戦は神戸経済大学本館に、県省は若松国民学校に移転した。同年9月、終戦とともに高まる校舎に復帰した。後進校である新生神戸商科大学は高まる校舎で発足し、旧生共戦は同地で終焉の日を迎えた。神戸商科大学は1990年4月に、 神戸研究学園都市に移転した。旧高丸校舎と垂水駅とを結ぶ通りは、現在も正大筋と呼ばれ続けている。旧高丸校舎は、南隣の兵庫県立清涼高等学校が校舎建て替えの間、仮校舎として使用していたが、その後取り壊され、現在跡地はマンションとなっている。ありがとうございます。